はようございます。今日からちょっと朝のゴミ拾いをできる時にみんなでしようということで動き出しました。とインドネシアのゴミ問題って結構大きくて、タバコ？何拾ってな、今これ家の前なのでそんなにないんですけど、ちょっと前に出てみましょうかね。わかりますかね。ちょっと表に出ると、いつもはね本当にこういう景色しか見てないからわからなかったと思うんですけど、本当にわかりますか、これこういうのをちょっとずつできる限りでやっていこうかなって思うんですけど、あそこに置くの危ないから今払っちゃう。あきこさんおはようございます。待っといてな、そこで危ないから。わかりますかね、結構ね本当にたくさんゴミが落ちてるんですけど、ただこのゴミをどう処理していいかがわからなくって、ゴミを持ち帰るときっと家族に嫌がられるんですよね。だからこれをどう捨てるか、ゴミのね回収者っていうのかな、そういうのは来ないんですよね。で基本的に自分たちの家で、ゴミを燃やすっていうのがここの村の人たちなんですよね。で燃えない缶とか瓶とかはどうしていいか分からず、結構外に捨てたりしてるんですよね。でそれをまあねどうしたらいいかっていうのもちょっと村長さんに聞きに行くなりなんなりして、ガラスはちょっと燃えへんか、こっちに入れとこうか。はい、どうぞ。はい、ちょっとねどこまでできるかはわからないんですけど、あ、エマちゃん車上ですね、おはようございます。はい、朝から結構ね皆さん、はい、結構ねたくさん落ちているので、まあ30分ずつぐらいでゴミを拾って、拾うのはなんぼでもねやろうって思うんですけど、その後のゴミの行き場所どうしよう、ゴミだけね持ち帰ったらね、もうミキコは何してくれてるんやって言われそうな気がするので、はい、バイク来たね。はい、ということで今日はちょっとお掃除デーにしてみようと思います。はい、ではでは。